ないで許容することが、大事かなと思います。さあ行きましょう。発症と、あ、今日久々にミュートしてないですね。そういえばいつもミュートしてるんですけどね、気分的に。ちょっと待って、ミスった。言うの、あー、ペッカっすね。三重じゃなくて、あ、まあまあ三重もワンチャンあるか。あー、なんだこれ。タルババおっせー、危ねー。まあメガを切ったんで、ここをマスケで回収して端前にバルーンつなげて OK かな。ちょっと早かったかも。あー、もったいね。これもう早かったっすね。あー、エレキの位置がうまい。これタゲがあのエレキに行くんでね、無視でいいかな。でこのまま処理でいいかな。左もまあゴーストこれ許容でいいかな。オッケーオッケーオッケー。で U のダッシュさせてくるんで、この内側に飛ばしてね、ダッシュさせないようにして、はい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 、いい感じですよ。まあ雪玉とか打って削ってってね。これラムかな。あー違うか。で、ここはまあ、好きでね。こんな感じで受けてあげれば、いい感じに守れますね。ペッカのあれか、メガゴなのか。ガゴとか、まあ、なんだ?ガゴとかマジャーチャの枠がメガゴに変わってますね。で、これメガゴ切ったら相手、逆サイドエレキしかいないんでね。潰してあげれば。で、これゴーストで蓋してくるかな、多分。あ、なるほどね。でもこれ、相手、何もできないですね。で、ザップも切ったんで、ここの言うのをマスケで守れると、はい、釣ってあげて、さあさあさあ、いい感じですね。さあ飛ばしましょう。でこれまあ飛ばし、あ、マスケも出していいな。で目が送るんで、あー、おっせえな、マジか。もうなんかごちゃごちゃしてるんですけど、ボムタワーが最強なんでね、こういう時は。あの真ん中にとりあえず集めとけば、相手とりあえずきついっていう現象になるんでね。ああ、もうなんか今日言うのがあれですね、間に合わないですね。反応がおじいちゃん反応がおじいちゃんで、そう、ペッカイターはもうね、ほんととりあえず真ん中に真ん中に集めれば、こんな感じでめちゃくちゃいい防衛風にね、なるんで、これね、そう、高回転のいいところってね、防衛でね、なんか、うまい風に見えるんですよね、今みたいに。全然うまくないんですよ、今のも。あんなん誰でもできるんで。真ん中に集めれば、なんかいい感じになるんでね。ま、ぜひ、真似してみてください。さあ、急所無敗、いい感じですよ。さあ、ちょっとまだなんか遅延多くね?これで、ま、10戦目だけど、3回来てますね、遅延が。いやー、バルキリーとアイスウィザーちょっと嫌な感するな。さすがに。これ遅延テスラの香りが。あー、メガゴちょっと怪しいぞ、これ。怪しいんですけど、うわ、ライトニングか。じゃ、違うな。なんだこれ。ロイジャイかな?で、ここで、まあ、いやー、ブラフで何かしら咲かせて、おー、墓石の位置やばくね、それ。なんだ、その位置は。あ、これ、アイスイズ飛ばします。雪玉速攻打てば飛ばせるはず。お、ディガミスってる。ディガじゃない、トレネミスってる。オッケーオッケー。いや、これで、まあ、バルーン入んなくても、エリクサーめっちゃ咲かせたんでね、今。で、爆破がさらに入る。いや、2周目行きたいっすね、ここ。ちょ、回すか。で、ライトニングなんで相手が、それだけ警戒して、ディガーを裏ですね、ここは。で、バルーンヌート強制からのディガー裏飛ばしで、相手これ今ね、ライトニング打ちたいと思うんで、防衛で。うまくない？それは。それはうまくない？はいはいはい。これもう打ちたいと思ってたんでね。で、アイウズとか切ってから、いや、まあ、そのホグはうまくない？でも。そのホグはちょっとうまいな。
マジかよ。マジか。いや、雪玉からの好きの方が良かったかな。ちょっと。良くなかったっすね、ちょっと。あんまり。で、ここワンチャンのトルネが怖いんで。まあ、ライトニング切ってたんでね、さっき。はいはい、トルネやっぱ来ますね。さあ、トルネを切ったよ、相手が。ってことは、これでまあ、タゲちょっと、ちょっと上げて、遅れちゃったんでね。さあ、これマスキーが残る。メガゴ来る。これメガゴ無視でいいですね。はい、バルーンが刺さる。で、相手今ライトニング持ってるんで、ね。まあ、おそらくここ撃ってくるかな。撃ってくると思うんで、雪玉だからもう、撃っても意味ない状態にしてね。これで、相手何もできないですね。さあ、イモったら勝ち。まあ別に、あれですね、マスケ出しといていいですね。ライトニング撃ってくるんですけど。はい。おー、うまいな。まあこんな感じでマスケにライトニング打たせればね、ボムタワーで一生守れるんでね、こっちが。よいしょ。んー、ノーダメー。オッケー。あんま意味ないけどね。オッケー、10勝目。はい。いや、いいね、いいね。いい感じっすね。ちょっと待って、何分撮ってる？あー、でも36分か、まだ。割といい感じですね。さあ、10勝無敗。ネクロいらん。鏡欲しいっすね。さあ、行きましょう。さあ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 。いやー、最近暑いっすね、マジで。熱中症で倒れる、本当にこれは。この暑さ異常ですよね。さあ、ギャング。そう、てか皆さん学校いつからですかね。ちょっと、それ聞きたかったんだ。まあ、ツイッターとかで聞こうかなと思ってたんですけど。そう、やっぱね、日本登校してるんですけど、今8月でね。その、何時と何時に上げるのが一番いいのかなっていうのがね、ちょっと分かってなくて。まあ、個人的には12時と5時が一番いいかなと思っているんですけど、実際がちょっと分かんないっていう。どうなんですかね。なんか夜遅いと、夜遅いというか9時とかになると、やっぱ再生数もね、減るんですよね。じゃあみんな、どのタイミングで見てくれてるのかなっていうのがちょっと疑問っちゃ疑問ですね。で、僕はここね、テスラ当てとかのディガーはしないですね。インフェもしないですね。インフェミのディガーは。あんま意味ないと思ってるんで。するの。これマスキ向いてくんねえかな。あ、向いてくんねえか。まあいいや。ギャングは使ってこない。一発入る。オッケー。あー、でこれウッド持ってるんでスケは出しちゃダメですね。スケ出してウッド来るの分かっ、なんていうんだろう。ウッド来るの分かっててスケ出したところですぐ処理されるんでね。1コス無駄にするだけなんで、ここはもう確実にボムタワーで倒していく。で、ここで、まあ、攻めたる使っていいかな、ここ。攻めたる多分使っていいっすね。あー、これロケットだな。あ、でもこれいい感じになりますね。たるが。はい、たる切ってよかったーって感じですね、これで。あー、完成煽りはね、できればしないでいただきたい。まあ、いいんすけど、別に。別にいいんですけど。さあ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 、ここは逆サイドに釣って、これちょっとフェイントで、おお、当ててくるんかい。俺のフェイントが効かなかった。まあバカ入るんで GG ですね。プリンセス来るかな。 OK、 GG。 まあやっぱ枯渇相手はさっきも言った通り攻めたるですね。攻めたるがまあ大事かな。さあ、11勝無敗、いい感じ。あ、報酬15までに変わったのか。いや、これどうなんすかね。まあ、レベル揃ってない方とか、買った方がいいのかもしれないですね。でも、500円って割とするっすよね。割と高めですよね。
さあ、てか、グロテあと3日もあるんか。なんか、こんな序盤というか、最初の方にやったの久々ですね。なんか、個人的にね、最初にやると相手が強いっていう。なんかそんな気がしてるんで。最近というか、まあ、できればね、遅い時間帯っていうか、なんて言うんだろう。その、終了1日前とかにやっていたんですよね、今までは。あんま変わんないですかね、実際。あ、これなんかめっちゃ美味しいですね。相手が、今これもだってコウモリと、スケドラ切ったんで、これバルーン多分止まんないですね。なんかもう一枚太鼓あったら知らんけど。さあ、ファイボーは、雪玉一発打てば入るんでね。ん？雪玉打てば一発入るんでね。すごいデッキだな。スケドラと、コウモリと、あそこでスケドラ許容したの痛いな。ちょっとうるさい人はミュートします。いや、ここ、2周目行きます。で、スケドラ来る？あ、オッケー。あ、ちょっと待って、これやばいかな。いや、オッケーだな。オッケー。これでも逆サイ来たらちょっとだるいな、でも。でも相手としては、このマスケに対してもね、何かしらカード切んないといけないと思うんで、これ雪玉読んでもいいな、これ。雪玉読みますか。コウモリか、スケブなんでね。これでコウモリ来るかな。2発。オッケー、来た、オッケー、オッケー、オッケー。あー、結露イカ、うまいっすね、それは。まあ、ここね、攻めないと、手札詰まってるんでね。あ、これで5からのコウモリですね、相手は。はい。でも、ここで5打たせることによって、バルーンじゃなくてロイジャイが守りやすい。ただ、ここで、まあ、ケツロイジャイは、2周目ロイジャイ、来ると思っていいと思います。相手がね。まあ、そういう狙いで、2周目じゃなくてケツロイジャイしてるんで。で、そうだな。ここね、難しいんですけど、プリンセスをね、受けなきゃいけないんですよ、こっちとしては。で、ここロイジャイ来るじゃないですか。で、ここ一回クッション置いてあげて、ここめちゃくちゃ守りたいな。オッケー、守った。このまま逃げ切りたいですね。で、ここ、スケブかな？オッケー。スケドラ一匹倒してくれれば OK ですね。で、これでファイボ来るかな？さあ、ファイボー来たら、もうこっちのターン。で、コウモリに速攻イクラム打ってあげれば、オッケー、これで、バルーンめっちゃ入るし、守れると。これで GG ですね。はい、ミュート解除します。じゃあ一発かましとこう。はい、12勝無敗。まあ、ノルマ達成かな、これで。いや、ノルマ15にするか。その報酬分はね、やっぱ、そこまで行きたいですね。いやー、いいですね。いや、やっぱ疲れるなぁ、でも。1時間ぐらいずっと喋ってんの疲れますね。だいぶしんどいなぁ。これむしろいいかなぁ。ちょっと待ちます。なるほどね。ファイブかなぁ。あ、オッケー。これちょっと渋いけど、まあ、一発も食いたくないんでね。テスラナイト、いや、ワンチャン遅延？遅延？でもアイスピーターンで、あれか、ナイト型のクロスですね、普通に。で、テスラが今、あー、これでテスラ回ったな。お、その位置は高いですね。マスケ型か。マスケ型もね、なんか、多いっちゃ多いっすよね。環境。これね、割と渋めなんですよね、ちなみに。打っとくるよね。まあ、そこ今のは打っとくると思ったんで、アイゴレをね、出して、アイゴレに一回タゲ取らしてから、って感じですね。ここでクロス来たら結構だるいな。
そうそうそう、相手はこれで。あー、待って。あー、ミスったなー。なんかスケルトン難しいですよね。解けるタイミングがちょっといまいちわかんないんで、若干ずれちゃいますよね。まあ言い訳なんですけど。で、その位置の、あの、高めのテスラは、タレで壊せると思ったんですけど、いや、待って、なんで間に合ってない。やめてくれーよ。オッケー、危ない、なんとか。いや、これ怖いんで高めにマスケ出しといて、ファイブだと思うんでね、ロケットなのかな。いや、ちょっと待って、ミスった。マジでやばいな。ちょっと待って。滑りというか、何してんの相手。ええー、うまい、それマジ何してんのじゃねえや。うめえ。ごめんなさい。それうまいっす。失礼しました。やばい。なるほどね。なんか珍しいけどな。テスラまで来んのは。ちょっと読めないよ、それは。やばいな、これ。これマジでやばいな。うわー、ちょっと待って、集中します。さすがに負けそうで、ちょっと怖い。ファイブ切ってたんで、マスケ出してあげて、クロス来るでしょ。来い。テスラ来る。これ、ボークル来るかな？オッケー。よし。いや、この人いい人だわ、相手。ボーイクロス立ててこないの、マジでいい人。ファイブ打たないとバルーン入る。なんかそのさ、逆サイド地味に嫌なんだって。オッケー、危ねえ、マジで。いや、これ、ボークロ立てられて、ファイブ削りで終わってましたね。うん。危ねえ、マジで。うわぁ、危ない、怖すぎ。13勝無敗、いい感じ。あと2勝ぐらいは行きたいですね、最低でも。いや、ただ体力的に、しんどくなってきた。どうしようかな。しんどい、割と。体力的に集中力が切れてくるっすね。こんなやっちゃうと。さあ、動いてこない。前頃あんま切りたくないけど、動いてこないんで、動きましょう。うん、やっぱちょっと多いっすね。遅延が。まあ、遅延はね、割とどのデッキに対しても戦えちゃったりするんでね。極めたらね。これまたロイシャイかな。まあ、トルネ切ったんでここは行っていいかな。あー、うん、スキラか。あ、違うな、なんだこれ。いや、これ雪の前ってのはいいんですけど、その分のカウンターが来るって怖い、来るって考えると怖いっすよね。うわ、スキラか、しかも。これまずいな。いや、これは、待ってから、うわー、えぐい、それは。それはえぐいな、さすがに。なるほどね。これちょっとでいいから守りたいけどな。あー、100もあるか。うわー、なるほどね。うわー、やっぱいな、ガチか。ちょっと耐えたかったな、今の。雪玉打って無理やり守るべきだったか。あ、でもいっか。
やでもいいっすね。スケラなんでやっぱ。でもどうなんだろう。うわぁ、ちょっと間違えたかも。オッケーオッケー、ああいうでさえ処理しとけば。一発入るでしょ。バルーン、バルーン、ナイス。まあ、これでフリーズなんでマスキをね、めちゃくちゃ出せれば、なんとかなるんですけど。いや、こういう細かいダメージも痛いんですよね。で、僕としては左確実に落とさないと終わるんで。いやー、ここ怖いなー。マジかー。やばいぞ。ワンパンで持ってかれるんだよな、スキラ。あー、しかもこの位置のマスキ良くないっすね。あの、両サイドのタワーと巻き込まれちゃうんで。出すなら右っすね。右下。いやー、このダメージか。痛いな。いや、痛いぞ、これ。まずいな。いや、ひたすら受けっすね。ひたすら受けて、受けて、戦うしかないっすね。まあ、だいたい体しでタゲ取ってくるんで、それは分かってる。待って、マスキ消えた。うわ、マジか。うわ、マジか。持ってかれたー。やべえ。いや、ガチか。いやー、マジ。マスキ持ってかれたのきつい。あそこ相手うまかったですね。あー、きつい、でも。まあ、遅延だし、まあ、割ときつめですね、これは。いやー、うまい人だ。サバカやな。いや、悔しいな。フリーズか。フリーズね、割と、まあ、勝てるっちゃ勝てるんですけど、いやー、インドラとね、アイミズと取るね、いや、勝てるんですけどね。やっぱフリーズってなると1個おられたからの、あそこもね、結構きついっすね。まあ、バルキリもうざいし、まあ、しゃあない。疲れたし、オッケー。52分。前回と一緒やん、これ。多分前回と全く同じっすね、13勝って。まあ、今回13勝、1敗。13勝で終わっちゃいました。まあ、長いんでね。まあ、なんだろう。まあ、暇な時にでも見てください。ということで、この動画良かったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。